二千一年に、その、あの、がんがはっきりしたときに、えっと、ご家族との関係はどういうことになりました？はい、あの、とても気を使いました。あの、私は、その当時で八十を過ぎた父がいて、ね、あの、母はもう亡くなっています。そうですか。はい。その、高齢で、まあ、穏やかな、うん、あの、生活をしている親に。ね 子どもががんっていう事実をどう伝えたらいいだろうっていう、はいはい、そのことに非常に心を砕きました、ね、あのいろいろこう自分で治療の,あの病院も決めて治療法も決めてあのがんになったけれどもこういうところでこういう治療しますから大丈夫っていう得るところで初めて報告をしました。ああなるほど あの逆、逆のあれですね、あのえー、っと家族が本人に癌を告げる告げないとか、どんな逆の経過ですよね。はい、そうですね、あの一頃までは、あの。家族が最初に癌を告げられて、うん、本人は後そうで,す、ね、で、九十年代に一気に本人告知が進んだと聞いています。うんうんはい 私も2001年当時、あの一人で診察室にいて、あの癌ですと聞き、あ,あ今ってこうなってるんだな、ってドラマで見てるのとだいぶ違うなと思いました。そうすると最終的に少しあのよくお考えになってお父さんにあの、はい、病態をお告げになったら、お父さんはそれを淡々と受け止められました。はい、うん、あのやはりこう親はあるいは家族はあの患者本人が思っている以上の、うん 力ってあるんだなと思いましたなんて受け止める力というか支える力というかああ、はい、例えばあの父は80代で若い頃その結核をしていてそれこそこう死に至る、はい、あの確率が高い病気も経験している、はいはい、そしてもちろん戦争も経験している、はい、そうするとあのもちろん自分の子どもの病気という事態はとてもこう心の痛むことだけれども、はい その人の生き死にや病気というものに対しても。私が比べ物にならないくらいの経験を積んでいるわけです。そのことに気づかずに、何かあの患者本人が家族を守らなければって思い込んでた。自分って随分こう。なんか不遜だったなと今では思っています、ね。お父さんのはるかに人生経験豊かで、はい、あの衝撃的な事実も大きく受け止められる力が。 十分終わりだったとう、ね、そうですねであの父は、えー、と本当に若い頃あの結婚してすぐにあの配偶者を亡くしている経験もしていて私はあの2人目の,あのああ配偶者の子供なんですけれども、うん、なんかそうした経験もあって病気を持っている人が家族にいるっていうことにもこう経験がある。な,るほどなので私があの例えば 再発したらどう,どうかなとかあのもしこう厳しい局面だったらどうかなってことをこうちょっと話題に出しても普通の話題として聞いてくれるそれは非常にありがたかったですよ、うん、ね。 再発をもししたらって言った時に例えば家族が「そんなことを考えたら治るものも治らないわよ」と言われたらあのその励ます気持ちは分かるけれどもあここもそういった再発の不安を話す場ではないんだなとまた自分の胸にしまい込んだと思います。 家族がどんな話でも普通の顔をして受け止めてくれたのれ、ね、非常にもうそれそのものがとてもこう支えでした。あと私がしているあのまあおまじないみたいな食事療法もあの本人がそうしたいと思っているならばまよほどあのちょっと変わったことでない限りこう口を出さない。なでその代わりあの。 家族で食事するときに、なんか私の食べないものでも家族は平気な顔で食べてくれる、それもとっても私にはありがたかったです。兄弟たちも例えばあの今あの子が食べないからみんなで我慢しましょうねみたいになるととってもいたたまれなかっただと思うんですけれども、そういった意味では普通にして。 家族は家族の普通の生活をしてあの家族の人生を変えないでいてくれることが、うん、こんなにこうなんか家族だとついその何かをしなきゃって頑張る、うんうん、そういう局面もあるけれども、うん、何もしないでその家族のせい人生を全うすることも支えの一つなんだなっていうことを家族の人には言葉として送りたいと思います。うんなるほどね あと、あのサバイバークラブに引き寄せていえば、時に患者にとってはその近くの家族より遠くのまあ患者っていうことがあると思うんです。nhk 公共放送で一時そのサイトを設けて、がんの患者が校を自由に交流できるところがありました。そこでは例えばあの遠隔地で。 東京はたくさん周りにがん患者もいるけれども地方だとなかなか身近でがんを話せない人がいるそ,、はい、その人がこ,うこんな悩みをサイトに例えば九州の人が送ってくると、うん、それに対してこう北海道の人が「うん、あ私も似たようなことがあります私はこうしています」と答えてくれる。それははは近所にににもももちちろろんん地域の人にはもちろん家族にも 言えなないようなこと例えば、えー、やはりこう家族に対してはこうあんまり気弱なことを言ってはいけないのかなとか、うん、ついこう明るく振る舞ってしまうけれども、うん、あの実は弱音を吐きたい、うん、そんな時にこうサイトでちょっと弱音を吐くとあの北海道の人が「分かります」「九州のなんとかさんあなたは少し頑張りすぎていませんか?うん」というような言葉をかけてくれるそんな交流を目の当たりにしました。うんうん これ交流サイトってのは非常に重要ですね。そうですね。うん、投稿が載って、うん、それをまた見て自分のケースを投稿してくれる、そんなふうでも将来できてくるといいのかなと思います。うん、そのそういうサイトを作る際に何かあの注意した方がいいようなあのアドバイスはあります？おありですか？あ、はいあの何か極端な 生活習慣を進めるとか、あるいはこう商業的な何か、あの活動につながるようなのは。気をつけたほうがいいと思います。わ、うんうんうんね、かりました。えっと、手術を受けられて、まあ、あの告知を受けられ、それから抗がん剤を飲みながら。えっと、お仕事の方はどうされました?。はい、あの、続けていました。はい、ただ。 治療から2年間はがんのことを人に話さないで続けていました、うん、仕事はあの本格的に始められたあの治療後はいあの実は退院後すぐに始めました、うん、で退院中もあの病名を偽って喫茶店にこう打ち合わせに来てもらったりしていました。うんうん それで二年間人にはがん経験を伝えなくてその後公にされたその心の動きはどこから来ているんですかはいあのやはり2001年はまだがんは死と直結するイメージがあったんですで、はいはい、私はあの会社から給与をもらう形ではなくてフリーであの自由業自営業であの仕事を請っていますそうするとあの仕事が来なくなるのではないかという心配が一番ありました。はい なのであの普通にあの人入院したって聞いてるけれども退院したら普通に仕事しているじゃないっていう,こうところをこうまあ見せてというかそんなふうに人が私のことをこう捉えてくれて2年ぐららいいいい経っったたば実はと言っていいのかなって思いましたで逆にあの2年を過ぎても隠し倒そうと思わなかったのは。 やはりこう隠していると不自然なことがいっぱいあるんです例えばあの私はでも癌とまか1大腸があの広まっていた大腸も一緒に切がているのでが通の問題が多くありました。がんがん時間がん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  座っていいることができないその時に、まあ、1回か2回はこうトイレのために離席するけれどもそれは状況が分からないと何でだろうと思うしもしかしたらこうやる気がないって思われないかそうするとがんを言わないことよりもむしろやる気がないと思われることの方が自分の職業生活にとって支障になるんじゃないかなと思って 今は改訂残虐殺菌方法なんかでもずっと議論されてきたように治療を受けながら働くという、はい、いわゆる就労の問題非常にクローズアップされていますが、はい、昔のご自分の経験を踏まえながら今の,その、えっと、就労の問題に関して何かあのご意見をおありですか、はい、あの就労は本当にこう生きることと直結していてい治療費を払えなくなく ずっという事態が仕事を辞めるときます。やはりこう非常に俗っぽい方ですけれども、うん、金の切れ目が命の切れ目、うん、それが仕事の切れ目が命の切れ目、うん、そういう事態になっていいんだろうかっていう気持ちもあります。うんうん、特にあの日本は今単身者世帯がとても増えていて、あ,ね、あの働き手とそれを こうが養う。家族っていう。もうモデルでは捉えられなくなっていると思います。もちろん企業の立場になってみれば、なかなかそのスケジューリングがしにくい人を雇用するっていうことは大変。負担感はあるとは思います。ただ、その社会全体で考えると、せっかく働ける潜在力があるのに癌だからということで働けないのは？ いいんだろうか、うん、例えば人口全体からいってもす、ねうん、そして一方で高齢者は増えて特に認知症をこれから社会全体で支えていかなければならない、うんはい、その時にあの働き手はとても大事でがん、ね、患者もその働き手の中にほんの少しのこう働き方の工夫で、まあ、働き手の中に入れられるんだったらば。 これはそのがん患者のその一人のその個人としての必要以上に社会として必要な取り組む課題なんではないかなと思っています。うんうん、おそらく他の病気の人からはなぜがん患者の人ばっかりそんなに優遇されるの健康な人だって今食に就くのが難しいっていう声は予想されます。すねうん、ただがんをまずまあ 突破口にモデルケースにしてそうしたさまざまな事情で働けない人の就労を支援していく、うん、そのさまざまな事情の中にはがん以外の病気やその子育て、うん、とりわけその障害を持っているお子さんの子育て、うん、あるいは今とても大きな問題になっているその介護離職を迫られている人、うん、そうしたさまざまな理由で働けない人の 修道支援をしていくそれがたまたまその先陣を切って、まあ、あの実験的にしているのががん患者だっていうふうに思ってもらえればいいなと思いまあのがんは本当に数の多い病気ですからね、はい、それとあの医療問題であることももちろんですけど同時に経済問題である、はい、社会問題である差別とかそういう問題を含めてですね、はい、そういうことを考えると本当に根の深い病気ですよね。でです、ね、ですからがんで成功すると おっしゃるように突破口になって他の病気にも広がっていくと、はい、で他の病気で苦しみながら働く人たちの力にもなるだろうというふうに私どもも考えてますけどね、はい、いや今日は本当にあがん体験者としてあの非常に貴重な情報をたくさんいただきました、はい、ありがとうございますありがとうございました